はい、えー、自己責任論というのがありますけどもこんばんは速化塾の久保です私はですねいつもこう考えています自己責任論で自分の人生を変えていける人はあ全然ね自分の人生に、うん、不満がないとで不満が起きたらその不満に対して、えー、解決するための自己責任論を持ってるんでどん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 先に進んでいくのかなと思いますでも逆にですね 自己責任って言われてもどうすりゃいいんだっていうふうにまあいちいちね弱音を吐く人といいますか本当に、ね、自己責任論が通用しないい人もいると思うんですよそもそも全ての人が自己責任で納得して自分の責任で解決できるんだったら何の問題も起きてないんですよね。だから自分のせいっていうふうに思えない大半の人がいるんで今みたいな世の中ができているというふうに思うんですよ。で私はいつもこう思ってます。 うん、自分で自分の住みやすい環境を最適化して作っていける人は世の中の政治体制とか国がどうあれ時代がどうあれあんまり関係ないんで世の中を変えてやろうっていう風な気持ちにはならないんですよね。だって世の中変わらなくても今現実に目の前に広がっている世の中に合わせて自分の人生を最適化して最高収益を上げて時間の自由を確保してってことを工夫してやるからなんですよ自力で。 でも世の中が変わってくれないともうダメだって人はですねもう手詰まりで自分で何かを変えたりとか自分でことを起こすことに限界を感じてるんですよね。まあ、ですのである人から見ればそれは自己責任だよっていうふうに言われて、うん、そうは言っても打つ手がないということでね落ち込んでしまったりとか切り離されてしまったり。 もうどうしようもないと思ってね、自分に自信を失ってしまったりとかするんですよねまあ、まさに自信を失うのはしょうがないですよね自分が何もできないと思えば自信を失うしかないんで自分は何でもできると思えば自信が出てきますから非常に単純なロジックなんですよねまあ、だから私はですねなんか宣言することによってやる力っていうのが生まれてくると思うんでまだ手に入れてないものとかまだ実現してないものに関してもこうしたいああしたいっていう風に発信することを苦戦してますよね えー、今回ですね私ナイト2 0 0 0を手に入れたわけなんですけどもこれも自分で欲しいなと思ったら自分をも,もっともっと欲しい気持ちにさせるために NITE2000 とかトランザムの動画をブワーッと撮っていったと思うんですよそしてこれが欲しいっていうねそんなライブ放送とか記事をたくさん書いたと思うんですよそうすることによって私はなんかね自分でその欲しいものを引き寄せたそんな気がするんですよねいつもそうです何かしたいことがあったらそのしたいことを言葉で出すとなぜかねそれが実現するんですよ で、まさにね自分の希望を言葉にもできないアウトプットするあのそんなね意欲すらなければ絶対そんなもの近づいてこないと思うんですよねまあ、ですんでね今日の動画の結論として申し上げますけども何か自分の思うことがあるんだったらとりあえず頭の中で考えてるだけではなくて言ってみるやってみる歩いてみる近づけてみるっていうねこういうことかなと思います。そうするとですね皆さんの手に入ってないものも手に入る可能性が高まるんではないかなと思うんですよね。 えーまあ、そんな形でね私はあ毎日生きておりますし発信のネタがなくならないのはこうしたいああしたいっていうものがあるからなんですよ代わりに世の中がこうなればいいとか社会がこういうふうに変わればいいってことは私は思いませんし言いませんなぜならそんな社会がどうとか世の中がどうっていうねそんな大きな力はないんですよ。私一人の力で変えられるのは私一人の人生それがやっとかなと思いますんでそれに対してどん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 ,どんね 挑んでいきたいと思っているだけでございますそれでは本日の放送3編撮りましたね以上で3つ完了でございますまたメッセージをお待ちしております今日は下杉の方でタコをご馳走になっていきます、えー、明日帰りますんでねまた返信は明日の夕方か午後になるかなと思いますけどもねよろしくお願いします